ポストスクリプトは Adobe が開発している1984年に発表したページ記述言語。スタック指向型のプログラミング言語で様々な計算、処理とともに描画命令を実行することができる。事前にデータをスタックに格納し、後の命令がデータを処理するというモデルで実行される。そのために記述法が逆ポーランド記法で一貫しており、名前は 追伸の英語、ポストスクリプトに、高知規法といった意味をかけている。ポストスクリプトは1985年に、アップルコンピューターのレーザープリンター、レーザーライターに採用された。モトローラ68000プロセッサと1.5メガバイトのラムを搭載した。このプリンターは、プリンターでありながら、当時のパーソナルコンピュータと同等の計算能力を持ち、それ自身が、 ポストスクリプトインタプリタを実行してページを生成した。同じ年、ライノタイプによりポストスクリプトを採用したイメージセッターが発表された。当時はコンピュータとプリンター間の通信速度の遅さが印刷物の品質向上のネックになっていた。しかし、プリンター自身に高い計算能力を持たせてプログラミング言語を実行するという大胆な 発想により一気に問題は解決された。ポストスクリプト以前は伝統的な手法より品質が劣るとされてきた電子印刷が一気に商業印刷のレベルでも使われるようになり、今日では当たり前になっている DTP が普及するきっかけとなった。後に印刷以外の用途でも使われ、ワークステーションである NEXT は 描画エンジンとしてディスプレイポストスクリプトを採用していた。今日ではパーソナルコンピュータの性能が上がると同時にコンピュータプリンター間の接続速度が向上したため個人レベルでパーソナルコンピュータにポストスクリプトインタプリタを搭載し生成されたイメージをプリンターに送るということも行われる。ほとんどはレーザープリンターに実装されている。 PS プリンターと呼ばれ PDF ベースとなった MacOS 10より前の m a c i n t o s h の標準的プリンターであり Windows でも利用されることがあるが Adobe へのライセンス量が高額なためか価格が数十万から百万円以上と一般のレーザープリンターに比べ高価でもっぱら DTP 用途に限られているソフトウェアによる実装では Adobe からライセンスを受けた ラスターイメージプロセッサが、エプソンなどいくつかのメーカーから自社製プリンターのために、販売されていたが、PS プリンターの価格低下もあり、あまり普及していない。なお互換フリーソフトウェアとして、ゴーストスクリプトがある。以下の内容を、ポストスクリプトプリンターに送信すると、文字列、ハローワールドが印刷される。フォント、クーリエファインドファント24スカリフォントデフ。 フォントセトフォント100、100100ムーベート、小、小ページ。以下の内容を、ポストスクリプトプリンターに送信すると、長方形と、文字列が印刷される。また、テキストファイルとして保存し、アドビーイラストレーターなどで開くこともできる。マクロ、ユーセージ、レフトトップウィルスハイトレクト。レクト、ムーパス4コピーポップポップムーベート D アップレイ エクスチルリネートエクスチレールリネートネグレエクスチルリネートクロースパスポップポップデフ100100150 100レクト5シートグレフィル1三百3 0 0ムーベートヘルベチカファインドファント12スカリフォントセトフォント5レーゴレーセトクメカカラーショーショーページ印刷と出版を変革したポストスクリプト大塚紹介 www.otsuka-shokai.co.jp2019 年11月6日閲覧ありがとうございます。